い、おはようございます。今日ですね、エビスサーキット南コースに来ております。D1GP の、第3戦が、8月22日の今日ですね。で、第4戦が8月23日明日、2Day によって行われます。前回送り吹きでですね、ビザタイヤで参戦していただきました、チーム平野タイヤの、木口健二選手が、今回もですね、うちの、ビザテンペスタエント V01R、こちらで参戦されております。送り吹きではちょっとですね、予選残念な結果だったんですけれども、得意としているエビスで、ぜひ上位進出を期待したいと思います。よろしくお願いします。はい、練習走行2本目ですね。前回ちょっと残念な結果で終わってしまったんで、今回、誰もが言うかもしれないんですけど、このホームコースでなんとかやってやりたいなと思ってます。はい、はい、送り吹きではですね、ちょっとそのコンピューターの誤作動みたいなのがあって、なかなか、苦労した部分もあると思うんで、そこも改良されたということで、調子は非常に仕上がり、階段の方も、車の方もいいんじゃないかなと思うんですけれども、はい、車に関しても、コンディションすごくいいです。バランスも取れてて、点数も昨日そこそこ出ているので、これ自体ですかねこれ でしっかりと追走に行きたいと思います。とりあえずは、はい、ずっとですね、エンソの V01R の開発に去年は非常に、結果よりもですね、テストを優先していただいて、悔しい思いもあったと思うんですけども、メーカーとして宣伝とか PR のためではなくてですね、本当に強い選手、ご自身のためにですね、本当に気持ちのいい走りが、できることを願ってますので、ぜひ頑張ってください。はい、ありがとうございます。頑張ります。はい、ピザの方でライツに参戦している花輪選手が応援に来てくれました。花輪です、よろしくお願いします。いろいろとこう発売してからいろんな意見が上がってきて、はい、だんだんそういう細かいところまでの情報が出てきて、僕もやっぱ今まで使ったタイヤとか比べたり、他のドライバーと勝負したりすると、絶対グリップは絶対に、全然負けてない。はい、今木口選手の方が、予選走行1本目ですね、まもなくスタートいたします。はい、今スタートしました。木口選手に、2本目ですね、スタートします。すべての予選走行が終了しまして、残念ながら、94点でちょっとですね、ベスト16追走トーナメント、進出はならなかったんですけれども、その反省点を踏まえてですね、
明日もう1回ですね、ありますんで、まあ、明日に向けて完成点と、車の調整を、練り直すというところで今やっております。はい、おはようございます。今日がですね8月の23日日曜日、D1GP、ラウンド3恵比寿南ですね。昨日のラウンド2ではキグ選手、残念ながらちょっと予選通過ならなかったんですけれども、今日はその反省点を踏まえてですね予選通過を目指して、戦っていくことになります。昨日よりか少しですね、曇りになってまして、まあ、いくらか、過ごしやすい、天気になってます。はい、練習走行1本目スタートします。用のタイヤ6本ですね、タイヤマーキング入りました。今日使用の分は、オレンジの、承認マークですね。これが6本、まあ、燃料のですね、熱が上がりすぎて、蒸発しないようにドライアイスを購入してます。出てますね、煙、煙が出てますね。Yeah.
今予選走行に向けて、出走いたします。はい、木口選手予選1本目スタートしました。木口選手予選走行2本目、まもなくスタートします。1本目97点台出してますんで、まあ、悪くないんですけれども、もうちょっと、ボーダーライン、乗せておきたいところだと思います。今すべての選手の単走が終了しまして、木口健二選手、見事追走トーナメント、進出確定しました。いや良かったですね。まあ、追走は思いっきり楽しんで、いただければと思います。今追走トーナメント、進出した選手がグリッと並んでおります。はい、さあ続いてロッテミューを紹介してまいりましょう。単走第7位、田中誠理。その対戦相手は頑張って残りました。ましたね。キムチケンジ。さあ7組目です。単走第3位です。僕スポーターです。田中さんです。どうも。今追走に向けて、準備を始めました。準備してます。追走トーナメント、ベスト16、木口選手の対戦相手は、田中誠理選手ですね。これから、ウォーミングアップ走行入ります。そうですよね。もうビタビタに遊びしてくるタイプですもんね。追走スタートします。はい、入れ替えですね。今度は先行です。しまいました。はい、今戦い終えた木口選手、ピットの方に戻ってまいりました。お疲れ様でした。はい、2日間ですね、B1GP、恵比寿戦い終えた木口選手です。
戦い終えていかがでしょうか。まあ、初日はちょっとうまくいかなくて、2日目なんとか予選は、まあ、自分の走りはとりあえずできたので、はい、追走に行けたんですけど、はい、まあ、ちょっとあの追走の流れは作れませんでした。ですが、まあ、今回あの、まあ、前回からもそうなんですけど、今の、 あのそのタイヤの性能なんていうのは少しこう証明できたのかななんては思ってるんですが、 ありがとうございます。いかがでしょうか。はい、悔しい面もあると思うんですけど、はい、いろいろ今後に向けての手応えとか、まあ、タイヤだけじゃなくてですね、はい、いろいろと、得るものもあったんじゃないかと思います。はい、どうでしょう。はい、そうですね、まあ、その予選通るっていうのも相当まあハードルが高いことなんですが、はい、まあ、今回自分の走りをしてちゃんと上がれたっていうのは、はい、ちょっとは手応えを感じてます。あ、よかったです。はい、またちょっと次がですねオートポリスで、日程が空くんですけれども、ぜひ引き続き期待しておりますので、今回本当にお疲れ様でした。はい、どうもありがとうございました。お疲れ様です。